皆さんどうもこんにちは、キャベツです。今週のゲームニュースがやってまいりました。今週は皆さんどうお過ごしでしたでしょうか。ゲーム業界はちらほらと事件やら嬉しい発表がありましたよね。事件で言えば後で話しますが、セガの渾身の一作がリリース直後すぐにセルラン3桁だったり、ラストオブアスに続いてジェダイサバイバーも最適化不足で評価が荒れたりと、爆発的に話題になったものはありませんが、ちらほら不穏な話題が上がっていました。逆に嬉しい話といえば、もうゲーマーの皆さんならばパッと出てくるかもしれません。そう、アーマードコアですね。ついに10年の時を経て続編であるアーマードコア6が発売決定され、かなり盛り上がっております。ただ各言う私、アーマードコア未プレイ勢なので、同じ熱量であの時盛り上がれなかったのが悲しいところ。今回はそのアーマードコアについても触れていきます。では今週のゲームニュース開始です。セガが社運をかけたレベルのソシャゲをリリースしましたが、当日から爆死ラインに突入しています。エラーゲームリセット。4月25日に配信開始されたセガが提供する本作、一言でこのゲームを説明すると、これまでセガ、バンナム、タイトー、カプコン、SNK から発売されたゲームを擬人化した美少女キャラが登場するシューティングライク RPG、 事前登録数は20万人超えで、初日で40万ダウンロードを突破。こんな風に事前からも当日も注目度は高かった。私もリリース前からネットで本作の情報が回っていたのを見て気になっており、リリース当日はいかなかったんですが、リリース翌日になって何やら不安の声が上がっていたのでプレイし始めた。ソシャゲ時代 2K 以来まともにプレイしていなかったので、現在のソシャゲ界の両ゲーの基準がいまいち把握できていませんが、それでもプレイした感想、面白いか面白くないかで言うと、これからまあ面白くなるんじゃねえかという感じです。なんで現状正直自分としては好きな要素はそこまでないというのが今作の印象です。その理由も交えつつ本作の現状について触れていきましょう。まずセルランなるものを見てくれ。セルランっていうのはめっちゃ簡単に言えば、まあソシャゲの売り上げランキングみたいなもんだ。期待されているゲームであれば大概はリリース数日は上位に入るのが多い印象ですが、本作見てみましょう。200位。さらに今現在も加工を続けており、ネットでは悲観の声が上がっている。クオリティが高いのになぜこうなってしまったのか、原因は考えうるに3つ。ターゲット層が悪い、戦闘に爽快感がない、ガチャが渋い。本作のシナリオはニーヤシリーズを手掛けたことでも有名、横尾太郎さんが手掛けており、確かにその横尾節を至るところで感じる。 UI もそうだし、世界の雰囲気というか6の薄い感じがまさに横尾節が顕著に現れているというところだ。良くも悪くも本作をプレイしていると横尾太郎がスッと顔を出して強調してくる、そんなゲーム。ストーリーとしてはプレイヤーはセガ社員になる最終面接に合格し、その帰り道で交通事故に遭うストーリーから始まります。交通事故に遭ったものの流行りの異世界転生が行われ、突如本作のメインであるシューティングゲームが開始。ここで敵が出てくるんですが、その敵が昔ゲームセンターに実際に置かれていたセガゲームアウトランの擬人化。元はレースゲームであり、何かキャラが出てきたりストーリーがあるわけでもありませんが、擬人化するとなぜかパツキンの美人のチャンネルになります。アウトランが稼働していた頃、私まだ精神にすらなってないので、この擬人化がどれだけ原作を忠実にしているのかっていうの正直わからないんですが、もし知ってる人でもこのキャラ見て、あ、これアウトランの擬人化やろって思える人は少なそう。他にもバーチャファイターやバーチャコップ、アフターバーナーなど、当時プレイした人ならかろうじてわかりそうなキャラっていうのが多くて、新規プレイヤーからすれば擬人化されても元ネタはわからんし、わかったとしてもそれが何としか言いようがないので、そもそも擬人化する必要があったのかっていうのがそもそも謎。ただそれを抜けばキャラのクオリティ自体はすこぶる高い。星1でも手を抜くことなく突き進んでエッチに振り切ったイロストは必見。星3よりも星1のキャラの方がエッチでこっち使いたいんですけどっていう風に感じることは多くあります。とにかく絵がバチクソオタクホイホイだし、ホーム画面で現れる初期キャラの 3D モデルもバチクソクオリティが高い。カメラモードで観察するモードは至福、完璧なリップシングで普通によくできてるモーション、ここで時間を潰す人も多いでしょう。またリセバラに関しても2周目チュートリアルはカット機能がつくので、リセバラ自体もテンポよく行える。現時点では30連プラス星3確定チケットがもらえるので、初めはリセバラ必須になってきます。星3はできたら2体以上は欲しいところ。こんな感じでキャラクターに関してはデザインだけ見りゃ最高。しかしターゲット層が謎すぎる。当時のゲーセンにあったとしても、その頃少年だった人たちは今や40、50代ぐらいだと思うんで、そもそもその層がソシャゲをプレイしているかと、していたとしても名前聞かないとほぼ元ネタわからないようなキャラが多いから、ゲームやってて昔のことを懐かしむ要素はほぼない。そんなターゲット層にした上で、かつイラストが可愛いから新規も入りますよという先
方だとは思うんですが、その結局なんか中途半端になってる感が新規プレイヤーからすると一番気になるしためらうところなんで、結果プレイしないという状況だと思います。これが本作の爆死ラインに入った 50% くらいの原因だと思います。そんな擬人化キャラたちが登場するんだが、戦闘はメインのキャラを操作しつつ、他4人のサポートキャラが追引きとなりつつ攻撃します。俯瞰視点のシューティングということもあるし、パッと見弾幕系のゲームにも見えるかもしれませんが、それほど弾幕感はないし、さらに言えば移動範囲がこの四角の範囲内のみという風に限られているので、最初は少々戸惑う。シューティング系が苦手な人ならまずこの時点で脱落するかもしれないんですが、一応その後オート機能が解放されるので、オートモードを使えばキャラが勝手に動いてスキルもタイミングよく勝手に使ってくれたりするんで、シューティング苦手な人も参入できますよ。プラス倍速機能もあるので、より楽にゲームができますという救済処置もありますが、オートはオートで完璧に操作されるわけではないので、自分なら避けられる攻撃でもオートなら被弾したりと、結局手動でやった方がいいじゃんっていう時が多い。てかそもそもオート機能が嫌いという私みたいな人がいると思うので、このオート機能はなかなか評価の分けるところ。またバトル中はノイズ演出があって、文字やら絵が表示されている、まさにここが横拳を感じる部分で、唯一の世界観が作られていいのはいいんですが、正直これは画面が見にくい。情報量が多いことで全体的にもっさりしていて、全ての要素がお互いを打ち消し合っているっていう印象を受けます。本作のガチャは少々渋い。レアリティは星1から星3まであり、それぞれ排出率が1が 79%、 星2が 19%、 星3が 2% と、この確率はキャラクターも装備ガチャも一緒の確率になっています。さらに現状ガチャに天井はなく、実質星3を確定する方法は星3確定チケットのみとなっています。まだガチャ1回はジェムが150、10連では1500個必要ですが、ステージクリア報酬でもらえるのがジェム5つと、なかなか渋かったりするので攻略もだるく感じる人が出てきます。まあこんな感じで、そもそもターゲット層がちょっとブレブレに見えて、かつ内容も他のソシャゲに勝るものが正直少ないという声が多く、実際にセルランにて数字に出ていることもあり、リリースから数日余りで本作は爆死だとネットで散見されるようになってしまいました。続けようと思える要素が少ない。配布意思激渋。ガチャ確率激渋。引いたキャラが戦闘中表示されない。UI が分かりにくい。200連して最高レア1体。今このソシャゲ時代に最高レア 2% はおかしい。そもそも最高レアのキャラが少なすぎる。セガのスマホタイトルとして期待していましたが、普通すぎて非常に残念です。ガチャゲーなのにガチャ渋い。という感じで、全体的に否定的な意見が目立っている現状。ただ素材はいいとは思うので、今後巻き返していってほしいものです。去年12月9日に新作発表が行われていたアーマードコアが、ついに今年8月25日に発売されると発表され、一時トレンド入りしました。約10年ぶりの新作発売ということも、待ち続けていたファンからは歓喜が上がる一方で、10年ぶりという歳月もあったためか、開発発表当時、アーマードコアを知らないゲーマーも多く、アーマードコアって一体何なんだと、ジェネレーションギャップすら感じるような光景も見られていた本作ですが、なんやかんや発売が決定すると、すぐにツイッターでトレンド入り、予約販売も開始されましたが、予約当日 Amazon で発売開始30分以内に全て在庫切れになるという異例の人気っぷりを見せています。やはり10年という時を経てもファンの心をつかみ続けるアーマードコア。そもそもアーマードコアとは何なのかを簡単に説明すると、第1作アーマードコアは1997年に初代プレイステーションにて発売。プレイヤーがメカのパーツを自由に組み替えて、そのメカに乗ってミッションをこなしたり、さらに良さげなパーツを集めて戦っていくというような内容で、メカが大好きな層からはもちろんのこと、プレイヤーに想像を委ねるような多くは語らないストーリー、キャラクターの背景などが根強いファンを生んでいます。ただ本作は初心者にとっては操作が少々難しく感じる場面もあったり、作品がいくつも発売されているということもあって、新規プレイヤーが参入しづらい印象を受けていました。かくいう私もアーマードコア友達の家で軽くプレイしたくらいで、まともにやったことはありません。そんな状況で今から新作ってどないやねんと思われるかもしれませんが、今作ではパーツを組み替えてアッセンブルしたオリジナルメカを操り、様々なミッションを遂行するゲームプレイを特徴とするシリーズ本来の魅力を改めて見つめ直し、新たなアクションゲームとして構築するというふうに開発側が発表しているので、新規プレイヤーも今までに比べて参入しやすいゲームになっているようです。今やフロムソフトウェアという名前はソウルシリーズによってさらに広まっているため、フロムの新作なら楽しそうやし初めてやけどやってみるかという気になる人は昔より多く
くなってるはず。発表された映像なんかを見てみても確かにバチクソにかっこいいし、アクションゲームとしてもめっちゃ面白そうやんと思わせるようなクオリティ。ほぼ初見プレイヤーである私も普通にやってみたくなったし、なんなら予約した。なんで俺今までやってなかったやろ。パシフィックリム好きなら絶対やりたくなるでしょこんなゲーム。で、本作からの追加要素としては、まず戦闘面で遠距離から近距離に一気に間合いを詰める移動スキルが登場。このおかげでかなりスピーディーな戦闘になり、メカならではの重い攻撃とテンポの良さが両立されました。武器にはメイン武器にバズーカやガトリングガン、プラズマライフルが登場。近接武器にはチェーンソーやレーザーランスなどが追加。カスタムペイントも対応しているということなので、機体のカスタマイズ要素はかなり豊富になったようです。ストーリーとしてはマルチエンディングが採用されているということなので、ストーリー上で様々な選択肢が現れるということになる。今までアーマードコアってマジでプレイしたことなくて、理由としては作品多いし、なんかもっさりしてる印象だったんですよ。ただ今回の6、なんか印象全然違うじゃん。映像が美しいっていうこともありますし、よりリアルな描写になったことでメカのかっこよさが際立ってる。アクション面でもより大衆に受けやすいように改善を施している。てかやっぱりメカがかっこよすぎる。本当に今まで興味なかったんですけど、あの映像が響きすぎてコレクターエディションのプレミアムの方を予約しました。だってこんなかっけえのついてくんだよ。お前ら買うしかないやろ。スターウォーズの新作が最近流行りの最適化不足で強化が荒れています。スターウォーズジェダイサバイバー、前作プレイステーション4にて発売されたジェダイフォールの続編にあたる作品。タイトルの通りスターウォーズの物語がベースになりつつ、オリジナルストーリーが描かれる作品で、死にゲーとしての完成度も、スターウォーズファンが本当にやりたいスターウォーズのアクションもあらかたできるということで、前作は高い評価を受けました。私もプレイしておりますが、確かにあれはいい。映画で溜まっていた鬱憤がこの作品でうまく消化されていました。見たいのはこういうのでいいんだよ的な作品です。そんな作品の2作目ジェダイサバイバーが4月28日に発売。物語は1作目から5年が経過、ジェダイの安全の地タナロを探す旅に出る主人公カル。アクションも前作から同様、難易度によればかなりシビアな死にゲー。5つのスタンスを切り分けることでライトセーバーの見た目や挙動を変え、敵に応じたスタンスで戦う戦略的なアクション。しかしその英雄ジェダイのライトセーバーであっても一発で敵を飛ばすなんてなかなかの雑魚以外無理なので、しっかりとパリーして敵の攻撃をいなし、フォースを使って吹き飛ばしたり引き寄せたりして戦略の幅を広げておく必要がある。つまり本作はプレイヤーのアクションスキルが結構試されるので、キャラとともに自分も進化していっているというカタルシスを得られる。前作よりもアクションの解像度が上がり、マップも見やすい、ストーリーもいい。スターウォーズファンならもうやって損はしない良作なんですが、少々荒れている。実はこれに関しては発売日前から先行プレイ報告で言われていて、開発側も発売前日に発売初日のパッチ配信と、今後数週間にわたってパフォーマンス改善、バグ修正を行うと発表していたので、発売前から不安の声がありました。そして実際発売されてプレイすると、 PS5 ではフレームレートが安定しない場所がいくつもあるので、画面がカクつくことが多く、場所によっては画質が下がってグラフィックが劣化したりすることが報告されています。ただまだ PS5 はいい、まだ普通にプレイできる方。しかし PC 版が終わっている。 Steam のレビュー欄は発売初日からその最適化不足によって悲しみに暮れるプレイヤーが続出。20万円以上かけた PC で FPS30 以下でも楽しくゲームができる方以外は購入必須以上。PC 版でのプレイはおすすめしません。チュートリアル的な最初の惑星が終わり、次の惑星にたどり着いたところまでは良かったですが、集落でフリーズが多発、住人の話を聞いたら止まり、戦闘後のムービーが入ったところでまた止まり、超えたと思ったらムービー中にまた止まり、まともにプレイできる状況ではありません。都度再起動しオプションをいじったりもするのですが変わりません。という感じで PC のスペックや相性なども関係しているとは思いますが、最適化不足の影響もろに受けているようです。本来3月発売予定だった本作、バグ修正と最適化を理由に延期しての発売だったのにもかかわらず、という残念さがレビューを賛否両論にしてしまっているようです。今後アップデートで改善されていくということなので、それさえ完了すれば他に不満点がないというのはほとんどなんで、今後のアップデートに期待するしかなくなっています。最近じゃあ PC 版ラストオブアスパート1が発売されたものの、本作と同じく最適化不足でレビューが荒れていたっていうのも記憶に新しいと思います。内容もジェダイサバイバーと一緒で FPS の不安定さ、バグ、クラッシュなどなど、内容がいいだけにローンチが悪く低評価になると後に響くので非常にもったいない。ラストアスもジェダイサバイバーもいいゲームなだけに本当にもったいないです。おそらく開発側も急ピッチで最適化するために頑張っていると思うので、プレイヤーは気長に待ちましょう。チャット
GPT と合成音声を使い、NPC と無限に会話できるゲームが作られ、ゲーム界に革命が起きています。話題となったのはスカイリムのモッド。4月26日、YouTube にモッドのデモ動画が公開。内容はスカイリムの NPC に対話型ツール、チャット GPT と音声認識モデル、ウィスパー、音声合成ソフトの XVA シンスを利用することで NPC と無限に会話ができるといったもの。VR のスカイリムでプレイする様子が動画に残されていますが、何も違和感なく会話ができています。合成音声ソフトによってリップシンク機能も搭載されているので、よりリアルになっている。またさらにただの会話だけでなく、ゲーム内イベント自体を NPC が認識することで、クエスト中の状況に応じて自動的に NPC が話し始めることも可能らしい。動画内では落ちていた剣を拾い上げて、その剣について店主に尋ねると、違和感なく返答が返されている姿も見れるので、会話精度もかなり良さそう。ただそれでもチャット GPT って超万能ではないので、時々曖昧な返答をしたり、なんだったら間違った情報を発信することもあるので、今後のチャット GPT のアップデートにかなり左右されそうではあります。まあでも数年待てば全く違和感ない会話が作れるようになるんでしょうね。こういった技術が作られるということは、今後将来のゲームのキャラたちは同じように AI による対話と合成音声で無限に話せるようになるのかもしれません。これを受けてネットの反応は、行動もさせられるようになったらすげーゲームになりそう、勝手に文明築き始めたら最高やな、ゲームから抜け出せなくなりそうという感じで、会話だけでなくキャラたちが AI に操作されて勝手に動き出すことができる可能性も秘めていることが分かった様子。確かにここから AI が進化してゲーム内にも利用されるなら、最終的に自分で行動していくっていう風にもなるかもしれません。ただそれって普通に怖くないですか？開発者が予期しない行動をとってゲームのバグを生む可能性もあるし、例えばまあこれ SF チックかもしれないですけど、ゲームをオンラインにした瞬間に他プレイヤーのゲーム内の NPC とかが団結して突然情報のやり取りとか始まったら、さすがに怖いよね。まあでもこの調子でいけばリアルにそういうことが起こりそうなので、 AI に頼りすぎるっていうのも怖いなと思ってしまいます。Facebook 現メタ、メタバースが詐襲報道されました。2021年に Facebook がメタに変更されたと同時に、1兆円を使ってメタバースが本格始動され、今後の業界を牽引していくと言われていたメタ。そもそもメタバースとは仮想空間のことで、ユーザーたちは自分のアバターを作成してその世界に入ることで交流したり、エンタメを楽しんだりできます。具体例を挙げると、取引先との会議をメタバース内に作ることで、離れていても目の前にいるかのように会議ができる。他にもオンラインイベントの開催なども行われるため、それこそコロナ禍ではこの技術がかなり注目されていました。しかしメタバース、正直あまりいい話を聞きませんよね。どちらかといえばマイナス要素の報道ばかりを聞いているイメージ。特に一番マイナス要素だったのが、あのパリからの自撮り写真としてメタバースに投稿された写真、見てください。創業者ザッカーバーグとおましきアバターが目をかっぴらいて恐怖でしかありません。プレイステーション2レベルのクソグラも相まって、やけに不気味に印象を与える写真。結果これを見たネット民が反応、スチームの100円ゲームじゃねえか、ミートミーのエンジンで作ってそう、正気を全く感じないの怖すぎ、して殺してなどなど、投資金額に釣り合わなすぎるチープな見た目に衝撃を受けました。想像以上の酷評の声が上がったことで、さすがにヤバいと思ったのが、ザッカーバーグ氏が翌日アバターをアップグレードしたというコメントともに2枚の写真を共有。これは一体どういうことなんだ。先日の写真とは別芸のザッカーバーグがアバター化されています。加えてあのゴミグラフィックも突然変容して、かなりリアルな風景に様変わり。おそらくあの後、いいから顔と風景だけええ感じで作ってくれという風に頼んで作らせたんでしょう。まあこんな感じで、その後も泣かず飛ばずのメタバース。前年では1兆1600億円の赤字。11月には今年3月までに業績悪化によって2万人が一時解雇。メタバース内で売買される土地の価格も 90% 減と完全に見放されモード。全世界の人々が利用するツールという前提もあって、各国の法律厳守、 LGBT 配慮、権利の関係などで普及しなかったという事実もありますが、まあ、実際のところ現時点ではそこまでメタバース自体が受け入れられていないというところが大きいでしょう。そしてそんな不穏な空気のもと、今月末全てのメタバースの計画を白紙にするというジェネラルマネージャーの記事がツイッターで話題になってトレンド入り。ネットではまあそうなるわな、分かってた、一時の流行りに乗るもんじゃないなどなど驚く様子もありませんでした。最近ではウォルトディズニーのメタバース部門廃止、マイクロソフトの VR プラットフォーム廃止など、メタバース関係は雲行きが怪しくなっていたということもあり、メタのメタバースもそうなるだろうと思っていた矢先のことですからね、仕方ありませんと思いきや、
その後日、撤退宣言は誤報だったということが判明。ザッカーバーグ氏がメタバースの構築は長期的なプロジェクトである、今後も取り組みを続けていくと発言したことで、メタバースがこれからも存続していくということが確定しました。さらに続けて VR および MR デバイスを今年後半に発表することが次のマイルストーンだと、次期メタクエストシリーズにも触れるなど、どんだけオーバーキューされに行くんだマークと心配になるくらい、堅くなにメタバースをやめない姿勢はもうここまで来たら感服です。まあでも誤報だったとしても、全世界の人々がまあそうなるよなと思ってしまったことがマークにバレた今、もしかするとアバター事件の時のように方向転換してくるかもしれませんが、とりあえず一回落ち着いた方がいいと思う。最近じゃ AI の進化がすごいから、将来 AI に人間がフルダイブできるタイプのメタバースを作ってもらうまで、メタバースは正直流行りにくいと思う。まあとにかくあのクソグラフィックでメタバースをやめてくれよ。ニケの CM が天元突破しています。シフトアップよりリリースされている決ゲー、勝利の女神ニケ。ニケなる少女たちを操作する TPS ゲーで、操作キャラは全員女性のため、しっかりと露出多め。何より本作が素晴らしいのは K2。 本作は開発側が K2 を魅力的に見せるゲームとさえ豪語するほど K2 に愛情を注いでおり、その愛情は至るところで垣間見る。例えば TPS シューターということもあって、視線が少女たちの背中を見るわけですが、そのカメラ位置がニケたちのケツを最もいいアングルで撮れる位置で設定されており、加えて銃を撃った際に反動で体のみならず、ケツが必要以上に揺れるというとんでもないゲームなんです。美人な清掃キャラ、ヤンキーキャラをはじめロリキャラまで完備。さすがに苦情が入りそうな幼稚園児キャラは、本人の代わりにペンギンのケツが揺れたいなど、ケツに注ぐ愛情が凄まじい本作、勝利の女神ニケ。そんなニケの CM が天元突破しています。この CM はどうやらタイで流れているようで、ケツゲーということを伝えるためにとんでもなく過激な表現が含まれています。日本で放送するなんてまず無理な内容、少々お茶の間殺しの内容になっているので、あまり人の多いところでは見ないでください。ではご覧ください。ちょっとこれはな、やりすぎやな。完全に性を意識したかのような内容。もうここまで来ると下品です。日本で放送したら日本中からクレームが来るでしょう。ただこれを見ればとにかくエチエチなゲームなんだなというのがすぐにわかる。実際最近じゃ昔に比べてとんでもない姿のニケが続々と追加されていってるので、初めの頃に比べたらさらにエチエチ度は増したと思われます。どんどん規制が強くなるゲーム業界の今、このままニケがどこまで行けるのか見届けていきたいと思います。ということでいかがだったでしょうか。最近チャット GPT がゲームに使われる例は多くなってるんですよ。前に紹介した AI の尋問ゲームとかも、殺人事件の犯人を AI が担当して、刑事側であるプレイヤーが殺人犯の AI を尋問するという革新的なゲームで話題を呼びましたし、今後さらに AI の技術がゲーム業界にも浸透してきそうです。今は会話での広がりにとどまっていますが、その後はゲームデザイン、もうプログラムなんかも利用できるレベルにもなってるし、開発自体 AI だけでなんとかなってしまうという時代も来るかもしれません。その時私たちって社会に必要なのかというところまで考えておかないと、ガチで AI に仕事奪われまくりそうで、もはや怖いですね。 NPC が勝手に喋り出してゲーム内で文明築き上げて宗教とかも作ってたら、そこまで言ったらプレイヤーごとに違うゲームができていきそうなので怖い。まあとにかくAI 技術、今後またどんな驚きの使い方をしたゲームが現れるのか楽しみです。じゃあこの動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン、 Twitter の壁もやってるので登録お願いします。では次の動画で会いましょう。キャベツでした。ほなまた。